はいそれでは第1戦目を開始いたしますので皆様マイクのミュートビデオの停止を押してください、えー、そして視聴者の皆様にはあら改めてお伝えしますけどもこちらの、えー、新ルールに関しては後々、えー、ちちですねどんどん改良をしていく可能性もございますのでまあね最初バランス結構崩壊してるとは思うんですけどもあのー、影山人狼を楽しみに見ていてくださいそれでは皆様おやすみなさいませ そもそも崩壊してるんで、ええー、と、別にバランス調整するつもりないです。あの、崩壊したまま、なんならもっと崩壊させる可能性がありますね。はい。<laughs> そんな感じでやります。えあのー、格ゲーマー人狼というのはね、普通の人狼ではございませんので、それでは、<え>能力者の皆様を起こしてまいります。メタありでございますから、まずは、パワハラあり。騎士うん、そんな人狼はありません。<laughs> バランスよくなんて思ってません。楽しけりゃいいんです。はい。それでやりますんでね。 騎士の方、ビデオの開始マイクのミュート解除をお願いいたします。騎士、ドグラですね。はい。それでは、ドグラさん、あなたは騎士の能力を持ちました。はい。頑張ってください。はい。あのー、あと、一応僕、ちゃんと、最高値がどっち陣営かはもう分かってたんで、安心してください。い <laughs> 分かってるわ。ドグラさん、天丼だと思ってたんで。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、では、ビデオの停止マイクのミュートをお願いいたします。<laughs> はい まあなんかね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃに崩壊する。それでは続きまして、占い師の方を起こしてまります。ただ崩壊しすぎて、あの二日目で終わりってのが続いたら、まあ四回戦やったりって、五回戦やりたいとこするんですけど、まあちょっとその早く死にすぎるないなと思った。ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします、ね。立川占い師。それでは立川さん、あなたは占い師の能力を持ちました。マイクのミュート解除できますか？ どうも、ハンターです。それでは、初日は人狼ではない方を一人お伝えいたします。みんなハンターやりたかっんな。人狼ではない方は、石井プロです。はい。こちらは先ほども説明したように、サイコパスの可能性あると。サイコパスの可能性もございますので、気をつけてください。サイコキラーか、すみません。はい、そうですね。それでは、ビデオの停止。バカにしました坂野さん、今。あ、頑張ってください。はい、ありがとうございます。 それではビデオのティシマイクのミュートお願いいたします。いや、楽しみですね。なんか新ルールね。いいですね。まあ、たまにはちょっと味変ででは続きまして、しね、ハンターの方を起こしてまいります。ハンターの方、ビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。ハンターの <laughs> しいーフードさん、さんあなたはハンターの能力を持ちましたどうすればいいんだろう <laughs> えっと、一応ですね、えー、死亡したときと、あと襲撃されたときに、うんえー、能力が発動できますが、打たなくても大丈夫です。は襲,襲撃されたとき、ちょっとタマンで聞くのよくないがあって、えー、っと、はい、朝に打つんでしたっけそれともその夜のうちに打つんでしたっけえっと、翌朝ですね。翌朝、みんなの前で宣言集てるってことですねです。はい。じゃあ、ありがとうございます,すいあの。すごいちゃんと聞いてたんで、またお願いします。<laughs> 頑張ってください。<laughs> 設定聞いてなかったなこいつなああ設定聞いてでは続きましてサイコキラーの方を起こしてまいります。ハンターですか。これはもしかしたらこれ魚やっとるかもしれないですね。やっとるかもしれない。うん。やっとる可能性もありますね。サイコキラーの方、ダダダビデオの開始、マイクのミュート解除お願いいたします。サンダロ。はい。サンダロさん、あなたはサイコキラーとなりました。あ<れ>、はい、ササイコキラー。はい <laughs> 頑張ります、まあ、多くは説明しませんのでわ <laughs> かりました頑張ってください暴 <laughs> れていきますはいありがとうございますそれではビデオの停止マイクのミュートお願いいたします楽しそうサンタロマジナがちょっとなでは続きまして人狼の方を起こしてまいります女の客掴もうとしてるような絶対な100%だよな絶対そうだよな 人狼の方、ビデオの開始、マイクのミュート解除、お願いいたしますあーなるほど、エタ師匠どうも,、えー、どうもそれではお二人は人狼となりました最初の時間ですね、これ以降一分間の作戦会議立てることが可能ですそれではスタートしてください、どうぞよろしくお願いしますお願いします、占い出ないとまずいと思うんですよ最高キラー占い出ない可能性高いんで多分だけど、<あ>か<な>どっち出ます いやじゃあ,じゃあ、うん、僕潜伏気味でやって、うん、まあ最後の方とかどうしようもなくなったら騎士しようとかハンターしようし,しようかなって感じでうーん最後キラーに対してはどういうよううよな感じでいきますどうしようもないんですよね正直だってあのわからないし占いで出ちゃうと最後キラーって占ってもらえないから要は。 もったいないから、占いで出ない可能性があって。そうか、そうか、そうか。我々も結構、運ゲーになります、そこは。じゃあ、かんだらどっちか死んじゃうっていう可能性もあるとね。はい、あります。でも、そこは知らないそこはない。でも、ワンチャン、それでも、それ理解してない人が、理解してないか、それでも占いで出ようと思った人が、最後キラーで占い出る可能性もあるんで、うん。そうなったら超だるいです。要は3人占いが出ることになるんで。落ちるか、そしどうする落ちる。いや、たとえに後キラーに落ちてほしいです。 分かった。じゃあ、落ちないよ。で落ちない方がいいと思います。わかりました。よろしくお願いします。それでは、ね、話し合いが終了となります。逆に占い。頑張ってください。占いで出ちゃうのはいいですけどね。人あ、それでは、全員の能力者しまし。まあ、どうなんでしょうか。僕解説もよくわかりません。ええ、皆様で楽しくやりましょう。ね。ええ。まあ、解説っつってもね、僕ね、あのエ、ー、セ解説ですからね。え黒人さんはね。え。 楽し,だけだ恐ろしい夜が明け朝がやってまいりましたです。なんか、その、バカどもがしってるのを煽り散らすてこの夜時間中にゲームマスターから名前を呼ばれなかった、または会話をしなかった方は村人、市民となりますのでご注意ください。また、ハンターに関してなんですけども、うんえっと、襲撃、人狼の襲撃によって死亡した場合は、翌朝ですね。し僕が え誰々さんが死体となって発見されたというアナウンスの後ハンター能力を行使していただきます、はい、えまたハンターは占い師の能力によって占われた場合は人間結果が出ますまた、えー、初日のおつげも当然当たりますのでご注意くださいそれでは、えー、1番三太郎さんからビデオの開始のみを押して戻ってきてください 2>, <ん>2番圭介<あ>さん,んこいつ急にタオルを。 なんだこいつ。三番フードさん。バラしてんじゃねえかこ四番セグラさん,ん。よく分から、まあ<番>みんななんかやるからな。んみんななんかやるからよく分から。六番シュートさん。七番ゴンタさん。八番立川さん。さあ何を狙ってるのかわかりませんが。九番石井プロ。最高アピールなんですかね。かね以上九名生存です。 それでは皆様話し合い開始前にまずはマイクドミュート解除マイクのミュート解除お願いいたします一日目の話し合いを4分間で開始してくださいどうぞさあどうなる サンタロさんどうしたんすかどうしたんすか村人です、私。村人は村に。俺のせいかと思った。後ろめたいやつって、後ろめたいやって耳隠すんですよね。なんだこいつはい、村前です。はい。はい、大丈夫ですかここは大丈夫 サケットシサンをパトパパ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 パこれ。パパパパパパパこれパパ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 パまあ、パパパ下がりにはパパ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 さすがにそれは、パパパパないパパ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 はパパ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  だったらもうこれ確定でいいと思う、完全に。うん。小さい今のいいっすね。白角。確かそこは変更ないじゃないですか。ゴンタフーと白角。でも最コキラーの可能性もある。一応、フーさんは。そう。フー君が最後キラーの可能性も一応。うん。うん。ないけど。まあ一応、可能性として。さっきの喜び方、ちょっと俺、ドキッとしちゃったけどね。う嘘っぽかった。じゃあ、じゃあ、あじゃあ、うわーみたいな。ゴンタさんは白くいって。うん。 じゃあ、えっと、1、2、3、4、5、6、7。7人の中からランダムで釣ろうっていう感じでいいってことですかそれしかないですね。そうですね。ただ、それって今までのゲームだったら、まあ、それでもいいかなってなるんだけど、霊媒がいないからな。そのサイコキャーがいるっていう状況の中で、それをやるっていうのは結構やばいと思うから、いや、いやサイコキャラを釣らないと。サイコキャラを釣った方がいい。疑われるかもしれないけど、もし、できるほが本当に出なかったら。 ハンター使用した方がいいとかってあるのかな？あんのかな、そうハンターのあまりの赤もいいと思うけどね。だってハンター、ハンターでで出てくる可能性少ないと思うから。ハンターと黒が来てもいいかもよね。いきなり出ちゃうそうそうそう。なるほど。開けちゃう白が一個増えるから、そうやった方がいい気もしますね。どうやろ。いきなりめくったらどうなるんでしょうね。わかんね。いや分かんないね。だけどギルが進まないから、今って人狼嘘ついてないんですよ。

じゃあハンターが騎士勝たんの方が最強じゃないですか、うん、だからハンターもした方でしょオートぐらいいいぞ動いていいのかもしれないって,って出ていいかもしれないな、ね、ハンター側も騎士側も全然どこ出て 俺、岸は出ない方がいいと思うわ、やっぱ。俺も岸が出ない方がいいよな。岸語るなら、絶対工夫した方がいいと思う。ハンターは出ちゃっても、絶対仕事できるってことですもんね。そう、仕事が、うないから。例え怪しい人がいないから、怪しい人作りたいんだよね。 ーあのハンターはさ、今、道連れにできるって言っても、あの誰も分かんないじゃん、誰がけなに、確かに。ルール的に運ー要素がすげえ詰まってる中で、さらにバリバリに運ーじゃん、今のって、確かに釣られますよ なんでやかられやしで撃たれるからやめてほんとマジで何もね何もねいっすか何もねえって難しいなつられそうになったらでいいんじゃないですかいやいやい何が狙いや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 いかいや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 い 一二三四五。ハンターが打たない選択肢とかできるから、七人から六人になだけじゃ。しかなくない。状況変わらないですよね。多初日でまあ出るのどうかなそれでは話し合いが終了となります。全然手作り感で、全然すみません議論が。さあ偽の人狼が占い師として、ハンターのフードに潜伏しているハンターのフードに白さをします。それしかありません。さあこれは難しいんじゃない日目の投票時間では一番 サンタロさんから番号順に投票をしていただきます。えー、占い師一塁を確定してるんだから確かにフローパンがどなたに質問されますか、ね。フローパンでハンター殺されても、はい、ハンタ、ね、ゴンタさん撃ちまくれば。はいはい。えっとーまああんまり言うこともないですけど。うん、僕はとりあえずゴンタさんとフード以外の六人から、うんうん、まあランダムにするしかないのかな。 どこを考えてますか、えー、僕も全く同じ状況ですんいやーもうなんだろうあんま好きじゃない人に投票入れようかなと思ってます <laughs> いや <laughs> 僕は言葉数あのすごい上手いのに若干シュート君の言葉数少なかったかなっていう印象があるんですよがあっシュートあー確かに瑛太君石井プロさん土倉君がすごいしゃべっててはい、はい で、まあそうですね、ケースケさんはいつものメンタリズムがあるじゃないですか。はい。まあ、そんなに発言権はあっていう方じゃないですけど、ちょっとしゅうとくんは静かだったかなっていう印象があるだけです。そうですね何、何人か候補作って、最終決戦でもし役職があるなら言わせるとか、なんかそういうふうな、一人で決めないで方がいいか、うん。うん、ほいいかもかもん、確かくもでも喋ってた印象はあるな。はい。あと次、誰占いるか。それでは、三太郎さん、どなたに投票されますかえっと、 じゃあ遅刻してきたシュートで、シュートに発票目が。占い師はね、どこを占うかとかはね、ちょっと、サンドラさんは自分に来たら怖いからやめてくれ、させたいいですかえー、どうしようかな。基本的に占い師っていうのは、次死んで、占って、占い師は死んでる可能性があるんで、一応占い先は絶対伝えた方がいいですねじゃあ、どこだはい。ちょっととりあえずね、もう今みんなが新役職で、なんか困った。 ってるんだよねみんながみんな多分人狼もそうだし市民もそうだしだからはっきり見えないんだけど占い,占い師としてさゴンタが使用してて、はい、それでなんだもし白だったとして人狼側がなぜあの動かないのかだか,ああだから出てこないかってことですね、うん、そうだ俺の中ではだあのゴンタも別に白額ではないのかなという <laughs> マジで,、うん、マジでだって 占い師、うん、その新占いが出ないって、ああまあまあ、今までとバランスが違うからわかんないですけど。うん。でも、ほかに情報要素がなくないいや、もうだから普通にゴンタさんと、うん、でまあ、フードさんは、だから白、一応、まあ、白、最高値だかもしれんけど、うん、までで考えないと、それこそ本当に議論のしようがないと思うんですよね、そこは。それ軸でいくしかないんか。今,今んとこ。 それでは、<ー>けいすけさん、どなたに投票されますか。さすがけいすけ。でも、まあ、どぐらが言ってれば、正しいですよね。じゃ、あ、どぐら。どぐらさん。出してくれます。二行目が入ります。<laughs> す <laughs> ただ、なんでどぐらだったんでしょうか。では、続きまして、三番、ふうどさん。どなたに,にな、ね、質問されますか。こんたさんで。はい、占い師の話聞く。 どんな気持ちで、占い師出たんですか、うん、どんな気持ちどういうことその誰も今、CO をしていないだ段階なんで、うん、唯一の CO をした人じゃないですか。まあ、とりあえず、占いは出ないと、情報落ちないですからね。うんまあ、だから出、出ーかとかに関しては分からなかったけど、うん、占いに関しては出たほうが絶対、むらりになるかなと思って、それ出ました。 誰が次怪しそうとか占おうとか。ないっす。現状はなかなかまだ分からないっす。うん。まあ、そうっすよね。いや、俺あと言う、言うのが、言うのが難しい。サイコキラーがそうですよね。むしろなんかアピールしてるやつ、ちょっと占いたくないっすもんね、うん。いや、そうなんですよ。か分かんないから、でもまあ、サイコキラーからも、それは、多分じ、うんでも占ってほしいって思ってるはずですから、サイコキラーの人は。まあ、あの、言うても8分の1か。 もしかしたら俺がサイコキラーでたまたまなってるってそうっていうケースもあるからんなるほど。まあまあ適当。それではフードさん、どなたに。何にも進まないですね。コンタさんで。コンタさんに1票目が入ります。では続きまして、4番、ドグラさん。どなたに質問されますかフードさんで。サイコのふりしてますね。 あのー、さっきあれ、<え>なんか役職、もう全部めくったほうがいいみたいな感じで言ったじゃないですか、うん、その騎士までは絶対めくらなくていいだろって思っちゃったんですけど、いや、俺、うん、ゴンタさんがこのままだったら、占い師確定すると思うのよ。占い師確定するんだったら、うん、さらに2人出るわけでしょ。うんうん、で、そこから、えっ、ー、と、ね、4分の1とか5分の1になるあで、占いもできるんだ、そ,のそれ以外の人にってなるから、うん、でいいなと思った。でもし えとそのまま進行するんだったら、多分俺、人狼側やばいから、出てくると思う。うんまあ、だって、人狼、振りすぎますもんね。 <と>あだから、っで出ると思うんだけど、多分だから、役職が開けて開けてってやったら人狼振りすぎるから、開けてる最中に、あ、ごめん、ごめん、実はみたいな感じで。っていうふうに、俺はなるんじゃないかなと思ってるから、ういうかえ、黙ってると基本的に俺は人狼有利だと思っちゃうから。これだって人狼有利ですもんね、今。で、今って議論の仕方があると思うんだけど、わからないじゃん。議論の仕方がわからないから、うん、だったら、持ってるものを開けて、じゃあそのまま進んでいきますよっていう方が俺いいかなと思っちゃう、ねあ。なるほど、なるほどわかりました。ありがとうございます。それでは、さんどなたに投票されますか <laughs> いや。あケイスさん僕に入れてきたからケイスさんで。ケイスケさんに1票目が入ります。じゃあ続きまして、5番8票ごです、ね。どなたに質問されますかちょっとからないですね。はい。あのー、今どう思う正直今ブレてて、うん、俺正直このままいくと、結局シュート君が投票されちゃいそうかなと思ってはいたんだ。うん、ほう。で、あ,の、ね、<わ>しあんましゃ喋ってないっていうのと、あの、 遅刻してるかかららやすい理由がなさすぎるから。で、立川君もあんま喋ってないんで、ねね、俺、結構その、どうしたらムラリりあるかとか、結構喋り続けて、だから、白目にみんなに見られてると思ってんだ、その CEO 状況とか、うん、立川君はどう思う、今の状況。今の、まあでも、ケースケーさん、かなりまとえたこと言ってたなと思いましたね。まあ、今、ありえない状況だからね。まあ、でも、例えば、霊媒が行った時だったら、確かにその、な,なんつうのやろ。 霊媒が出ることで、11、うん、プラスそこで人狼が出ないと占い師近くになって、占い先が強くなっちゃうから、うん、もう一回出ないとみたいな流れがあったんですけど、強、うん、人もいないから、じゃ例えば、あでもちょっと、この辺はなんかあれだな、いや、かなり難しいんですけど、俺はまだ白白で見てないですね、それでは、ね、エイタさん、どなたに投票されますか一応チラシで立ちかくんで 立川さんに1票目が入ります分わかんないですね。理解できないです。今度番シュートさん。どういう質問されますか匂い出しましょ逆に噛まれちゃいますけどね。でも、最高キラーの可能性もあります。お願いします。ちょっと、あの、あんましょりではなかったんで。あ、いや、そうですね、ぜひ。えっと、まず、俺は、士とハンター全員出た方がいいと思ってて、全員出た場合に、やっぱりその、人狼が狭まるし、どっちにしろ、初日、士が噛まれたとしても、占い者は生きるわけじゃないですか。 はい、また次の日、また占い師が一人増やせるわけですよね、その主力を。うん、ってなったときに、やっぱりすごい強いと思うんですよ。うん、で、それをすごい邪魔してたのがドグラさんなんですよね。ずっと拒否してたんですよ。はいはい、だから俺はドグラさんがしゃべってたって言ってたんですけど、逆に俺はドグラさんが黒いと思ってます。なるほど。今って結局占い師が確定してるじゃないですか。だから面倒いいですよね、人狼側。うん、だからなんとかしゃべるしかないんで、それを阻止してるのがドグラさんだったなっていう印象です。なるほどで。で、それを言ってたフードさんはもう最高キラーないなと思ってますね、俺は。もうほぼほぼ白で見てます。うん、っていうので、 あと今日もうゴンタさんが一番偉い村なんで、んゴンタさんが行った人に、はい、でいいと思います。する人。ああ、今今、でもシュート君の話を聞いて、ちょっと僕、次の番、ドグラ君に話を聞いて、はい。それによって、ちょっと色かいろいろ考えようと思ってます。わかりました。表先も。はい、はい。ありがとうございます。ますそれではシュートさん、<し>どなたに投票されますかドグラさんで。ドグラさんに2票目が入ります。おお。 では続きまして、7番。どこら士をしないとまずい、いどグらさんで。はい、ありがとうございます。ということで、今、確かに、修斗君の言う、今までこう議,論の議論時間じゃないけど、投票時間の中で、はいえー、起こった状況としては、すごい、僕としてはしっくりくるっていうのがあるんですけど、どこらんとしてはどうですかえっと、まあ、単純に、岸めくるのは絶対弱いと思っちゃって、うんうん、その、岸めくると、まあ,あの、絶対狙われて死んじゃうじゃないですか。 だから、騎士カミングアウトしない方がいいって、うん、カミングアウトするなら、仕方考えてほしいっていうのを言いたかったです、僕は。うーんなるほど。うだって岸、騎士、まあ開幕シーンで、権田さんと、権田<し>さんもだからもう、シーン占いって僕は思ってるから、騎士、うんの,まあの守り先って、権田さん一択じゃないですか、今日って。そこで騎士、あの死んじゃうと、さすがに。 弱いいんじゃないかなか、まあ、もったいないよねってことですよね。<う>うん説得できると思ってるかでじゃあもう、じゃあ,あのもう最後に言いますけど、ど僕、釣ったら、ゴンタさん死にます。あ、うまいこれは言います。うまいそれでは、ゴンタさん、どなたに投票されますか釣ったら、ゴンタさん死にますってよく分かんないよね。あと8、人ですかハンターってことですかハチカーさん 立川さんに二票目が入ります。新棋士とシングラーイしに二二です。リーチです。じゃあ続きまして八番立川さん、どなたに質問されますか？えーっと、あドグラキ反対にですかね。わかんないね今。棋士だから守れないよちょっとわかんなかったね。はよ。いいい,い,い,いら僕ドグラさんに投票するつもりです。 立、まあ、立川の立場としてはそれしかなないよなそうですね、今、2票、なぜか入っちゃってるので。うん、で、俺、白ではないかもって、権藤さんに一応、矛先向けたんですよ、1回だけ、ちらっと。うん、そしたら、票が俺に来たんですよ。うん、で占い師だったら、別に、え、う、え、ん。まあ、でも、確かに。あまあ、ここは別に、そんな話す内容でもないんですけど、うん、なんか、その投票も変だなとはちょっと思っちゃいました。 この状況でゴン藤さんを、えっと、白じゃないかもっていうふうに見たのはスケさんと立川だと思うんだけど言いたいことは分かるけど、うん、でもまあそう見ないとゲームが進んでいかないよねっていうのもあ、まあいやまあ、ただそれも違うと思ってるんですよ今回のルールからかな,りかなり変わりまくってるから、うん、いや <laughs> そうかいやでもそあんなに現行ないんじゃないかなと思うけどあ<ー>あそうだなえちなみにプロはどうします、まあ、俺はとスケさ,さんと。 立川、うん、怪しいのかなと俺は思ってたそれでは立川さんは外に質問されますどぐらさんでどぐらさんに3票目が入りますでは続きまして9番石井プロどなたに質問されますかええー、立川なんかやろうとしてるんですよね多分なんかやるとしてるんだけど多分なんかうまいこと言ってませんねその何かやろうとしてるのを知りたいですねななんなんうね立川。立川 まあその言ってることよくわかりますね。結局、白角一人だから、そこを準拠して進めないのは間違いそいう。それはまあ間違いないからね。で次のと考えればいいからね。うんでまあ、一応今その話を聞いてて、気になったところは、君ら二人のゴンタさんをちょっと疑う動きと、うん、まあフードのゴンタさんへの投票だよね。これは多分ね、あの情報を出そうとしてるんじゃないかなっていうふうに俺は見たんだけど。じゃあ 語る人が、狂人と人狼2人だったじゃないですか、うん、今まで。はい、サイコキラーが語る理由がなくなってるんですよ、今。なることでしょうそうだから語るってことは、人狼が濃厚なんですよ。うん、そういうこと、そういうこと。だから、俺は、っていうことです。<laughs> まあ、言いたいことはわかるんだけど、確かに,、うん、確かにそうだけどね。一応、そこを踏まえてるだけです、僕は別に。

いや新占い師だからその視線があったっていうのはそれでは、本日の投票順番と同じく、ドグラさんから弁明を行っていただきます。では、ドグラさん、弁明をお願いいたします。はい、まあ、僕はもう、ゴンタさんあれ新レバ新、えーと、新占いで置いてて、だからもう、ゴンタさんを軸に、とりあえず、まあ、この紹介のゲームは進めないと材料ないんじゃないかなっていうところで、まあ,あの、じゃあ、の役職もめくったら、まあ、情報増えるから、 そっちの方がいいんじゃないっていうので、騎士をめくるのはさすがに弱いんじゃないかなと思ったんで、まあ、騎士はめくらない方がいいんじゃないかっていうのを僕はずっと言ってて、でまあ、それに対して、だから、あのー、騎士は、だからもう騎士出た方が村のためになるでしょっていう派が、ちょっとどぐらさすがにっていうのが、多分不信感のもとやと思うんですけど、まあ、僕は騎士はめくらない方がいいなと思いました。ハンターは別にまてまあ出ても そのまあ、どうなんだろう、ぶっちゃけハンターが出てもいいのかどうかもう分かんないんですけど、まだ。いいね、全部出騎士は出たら、そのまま出ちゃうと、殺される一角やから出ない方がいいのかなと思って、そこは <laughs> あのー、言ってました、まあ、その点に関して不信感あったのなら、すいません、あと、これもう一回言いますけど、僕が死んだら、ゴン太さんは死にます、確実。 さあ、これは騎士としての発言なのか、ハンターなのか,か、ねはい、それでは立たします一応、その対抗がドグラさんなんで、そのドグラさんの部分の話をしたいんですけどまだ言わない、まドグラさん、ハンターなら出た方がいいっていう話をして、なんか中途半端なに弱わせだけしてるので、それだったらハンターですって言った方が、あの、つられない流れになるはずなんですよ。でも、それでもやっぱり、曖昧なに弱わせしかしてなくて、しかもハンターだったら、 さんが死ぬっていいいうのもムラななじゃないですかだからゴンタさんが死ぬっていうのはかなりよく分かんないこと言ってるなと思うんですけどすその点はもう土倉さん釣り一択なんじゃないかなって思いますね以上です僕の遺言,う言葉はでえっとすごいなそのプロと夜中じゃないな昼の間に言ってた話は、えっと、次の日来たらちょっと喋りたいと思います以上です さあ、少しを、残りの斜めに行っていきますが、投票の理由を言っていきません。いろいろやろうとしますいいっすね。なんかいいっすね。なんか真剣に考えで、知ってるに対応しようとしてる頑張ってる。すげえ頑張ってる。でも、実際、村人相当不利です。大丈夫なんでしょうかで 投票の順番は同じく一番からとなります <laughs> それではサンタロウさんどちらに投票されますかうーんどぐらくんでどぐらさんに一票目が入りますけいすけさんお、匂わせましたねサンタロウさんどぐらでどぐらさんに二票目が入りますフードさんどぐらでどぐらさんに三票目が入りますえいたさん立川くんで 立川さんに1票目が入ります。シュートさん。立川さんで。立川さんに2票目が入ります。ゴンタさん。立川君で、ね。立川さんに3票目が入ります。石井プロ。立川君。立川さんに4票目が入ります。投票の結果、本日処刑されるのは立川さんです。遺言をお願いいたします、えっと。僕、占い師でした。えっと、で理由言うんですけど、あのー、 サイコキラーが語るはないと思ったんですよ。で、太鼓が出てくるとしたら絶対人狼だなと思ったんですよ。で、1日目黙ってて占い師が出てきたら、次の日、その太鼓を占おうと思ってたんですよね。そしたら絶対に人狼に刺さるから、そのやり方が一番ムラリになるのかなと思ってやってました、今回。なるほど。で、白は石井プロでした、僕がもらったの。で一応、俺は次の日にゴン太さんを占うつもりではありました。なので、この流れでいくんだったら、明日ローラー。 が理想ではありますせん。あと、ドグラさんがハンターかどうかはしっかりしたほうがいいのかなと思いました。もしかしたら最後かもしれないですけどね。<laughs> 怖いす、ね、それでは、立川さん、マイクのミュートビデオの停止を押してください。さあ、立川は出ない方がいいと判断して出なかったんですね。なるほど。オカマプレイではなく、そっちの方がいいぞと。 さあ、ですが、村人がかなり厳しい状態それでは皆様、おやすみなさいませ。さあ、ですからね、能力講師もね、難しいですよ。能力講師難しいですよ。皆さん気を入れてください。最古がいますよ。最古行ったら終わりますからね、気をつけてください、皆さん。最古行ったら終わりますよ。気をつけてください。ええ、やばいですよ。 えっと念のため、黒人さん目線のえ方、視聴者の皆様にご説明をさせていただきますが、えー、ハンターですとか、ハンターの能力を持っていますとか、まあ、ハンターという言葉でえーまあカミングアウトしたという認識の場合のみ、ハンター使用したという認識とさせていただきますので、まあ、例としては、ドグラさんのようなえ言い方であれば、ハンター使用していないとみなさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、それでは、能力者の皆様をお越してまいります。いい うまくなくていいんですそうですうまくなくていいんです好きのことをやっていただければいいマイクのミュート解除お願いいたしますそのなんかねセオリー通りやってほしいんだったら違うところ見てくださいどくらさん本日どなたを護衛なさいますかゴンタさんでそれでは本日ゴンタさんを怖くないのかなそのサイコキラが言ってたらどうすんだろね怖くないのかねどくらさんは大丈夫ですかね さすがに新占い師がな出ないわけないなんて思うよね。確かにね。続きまして。まあ大丈夫だろうということでね。なるほどね。さあ、三太郎、なんか調子ですね。三太郎、いとし。三太郎、どうなんですかね。三太郎は。最後は語らないめ決めつけですね。それは決めつけな、ね、い。最後は語るときもありますよ。 いろんなパターンまたねいっぱい味出ますから皆さん楽しみにしてください今日一日ね、えー、これからもこのルールが面白そうだとこのルールでいきますんでね、えー、やっぱねあのー『格芸マジ話』もシーズン2にさしかかろうとしてますので,、えー、ではいろんなルール試していきますんでね人狼の型を起こしてまいります馬振りがムカつくはちょっと逆ですね俺は逆ですかねなんか と人狼のタービデオの開始マイクで送られるじゃんかとか言ってるやつの方がむかつきますけどね<ス>自分の意思でちゃんと考えてやってる方から好きです、ね。それでは六十秒間作戦会議の集中それではスタートしてくださいししどうぞ。ちょっと喋りますすいません,んあのん多分あのタチカウくがサイコキラーの確率可能性もちょっとあるっていうのを踏んでてまあそれといと置いといてドグラさんは多分騎士ですあの言い方さすがにそうだねあのドゴンタさんが死ぬって言った理由はなんかハンターハンタ言ったからそれちょっとサイコキラー怪しいなと思ったんだけどタチカウくがであのドグラくを ここで今回僕らが噛んで、噛んだというゴンタさんがドグラさんを占う。で、白だったっていうのが悪いかなって。いや、さすがに怪しいから。調子に乗せと思ったけどって。で、最適解だと思います。さすがにハンターはないと思うから、最後キラーと。最高キラーないよね。さすがにないと思います。そうか。ちょっと怖かったなってので。俺ね、立川だと思ってたのに違って。で、俺、フードさんが占いしたと思ったんですよ、本当は。俺もそうだ、僕、そうったよ。 違ったから、不<あ>さんかみづらくなっちゃって、不、ね、さんかもうと思ったけど、ちょっと、最後キャラは、なるほど。じゃあ一旦楽、ね、いったん、ドグラ君ね。ドグラ君かんで、かんで、ドグラ君を占ってしようね。そうあ、怪しかったからすって、騎士だと思うけどって、うん、うんうん、いうのが正解だと思います。はい さあそれでは、どぐらなんで最後じゃないのどぐらなんで最後じゃないの,なないのそれでは、では本当に高速英称しないとしたら、ええた、完全なコミュニケーションだった。サマンキーも一言も喋ってないもんね。なんか日本語わかんない。まじ、香港人みたいになってたの、ね、今ね。ああ。それでは、皆様、お越してまいります。あママママママチーママーマみたいな感じだったね。<laughs> はあ、つって恐ろしい夜が明け朝がやってまいりました。1番、サンタロウさんからビデオの開始のみをして戻ってきてください。2>, さ2番、ケイスケさん。3番、サンタロウ絡まなかったな。絡まなかったな。4番、ドグラさん。5番、エイタさん。あ好きかってコメントしたんですよ。好きにしてください。どうぞ、どうぞ。 どうと好きに、九番あの書いてください。いいですよ。すみません。七番ゴンタさん。僕はそんな発言の九番 C <の>プロ制限をするようなことはしません。えー、好きに書いてください。皆さん。本日無残な死体となって発見されていた方はでいいで、ね、ドグラさんです。ドグラさんはビデオの停止をお願いいたします。 マジかかってゴンタおかしいす、ね、それでは皆様、2日目の話し合い開始前に、まずはミュート解除。ミュート解除す。白先だったらマジか。ちょっとゴンタやりましたね、演技。それでは2日目の話は4分間で開始します。もう占い師をしろって知ってるんだけちょっと待って。一応、えー、占い先と言いますね、<い>結果。はい、ごめんなさい。ドグラ君です。ドグラ君しろ。<あ>占い理由としては、えー、っとここで占っておかないともう次、グラ君占いないなと思って。 えっと、投票先っていうか、釣り先にも上がらないんじゃないかなと思ったんです。だから、えっと、色を確定早速といいなと思って、で、えっと、どこですかえっと、さっき、どこだ君ハンターに言わせてたと思うけど、あれ、あれ、岸、岸に言わせてない人、そう。岸、死にますよね。死にますよね。なんでゴンタ、イゴンタ生きてんの えっと騎士でドグラさんがゴンダさんを守ったのを見て多分んドグラさんが噛まれました。ドグラさんはたぶん本物の騎士ですね。あそういうことだったんだ。俺道連れにするっていかと思ったんだ。俺も最初そう思いました。お前を殺すぞって言われたんですけど、いやそれはないでしょそれはない。さすが香港さん。勢いを確定させとけばよりあの新棋士として入れるかなっていうのがあったんで。いやー、ドグラ占うのマジでやばいなと思ってたからな。てか俺、なんけど、ローラーで俺ゴンダさんでいいと思います。 え俺はさすがだって俺逆に人狼だと思ったけどな理由は理由はだって立川まあ本当かわかんないけど占い師って言ったじゃん出ないさすがにだと思うんですけどねあれってな何パだと思います 五十パー、そ50%。うっすよね。要するにでの話だったらローラーっていいと思うんですけど。点、点、点。た十80%の可能性で、ゴンタさんが占い師だと思ってるのにローラーするだったら、その結果的に勝率下がりそうじゃないですか。いいね。でもこれだって、ゴンタさんのこと全部信じる方針でいくってことになるよね。俺はいいと思ってます。五パ5%もないんじゃないかって、さすがにあれで信い。や、でもあれでちゃんで、で、俺はゴンタさん信用機でいいと思ってて、だとしたら立川は多分もう、

役私しほぼほぼしてるやつに投票したるやつら、サンタ郎さんとか、もうそうなんだけど、いや、俺は、いや、棋士、あ、棋士じゃないや、あの、分かってやったんじゃないですか、ドグラさんに入れたのって、ドグラさんがもう、どう見ても騎士いかないのに、ツーツーありえないですよ。だっけ、ハンターだと思ったのに、俺、ハンターだと思った。 ハンターは出たほうがいいね、こいつは。いや、絶対ハンターと思うはないと思う。だって、あれでハンターは自分で出たほうがいいって言って、ハンターだけは使用していいって言ってるのに、使用してないし、で、ゴンタさんが、あやったら死にますって言ったら、騎士で守る人がいなくなりますよって言ってるぐらいないじゃないですか。本物の騎士だったら言わないのかなとも思いましたね。80パー、白いって言われてる人あの占い師から、俺、釣られる流れあるいや、俺はないと思うけど、いやいや、食うのかない さ高のサイコって怪しい。いや、だから、まあっても、最高キラーだから、フードには触らなくていいと思うんだよ。ああ、触らないら、フードうまいね。これはあれで、その前回、あの最初に3人入れた人がドクラさんに、後半熱で炙り出そうとしてるだけって考えたんですよ。あれで、きちっと思わない人いないって思ったから。で、提案なんだけど、このタイミングでハンター使用していいと思うんです私。いや、俺もそう思う。あるあるある。じゃあ、ハンターさんいたら。 さあ、白崎フードなんですね。俺はハンターと。もだって、どこのクマ、父の名前。タイミングでハンターしようが、絶対強い。フード。う出づらい。グレードと。グるハンターだったら、誰か死んでるんだよね。あ、あその時点では、絶対ない。そう、聞かれまハンターは。全然変わらないから。あ、と後、十月。ハンターは打たた方がいいと思うよ。え、けど、ハンター、打たないっていうこともできるわけ。打たない。みんなの前で確認するから。あ、そうそう。そう、聞かれる、聞かれる。で、ハンターに押したから、多分、あれは聞かれないとおかしいと思う。そっか、そっか。ケイスケさん。ですか。 え、何がハンターハンター聞いてない市民で市民。あれえ、出ないの出てるの出てるの俺がハンターだったら出る。ああ、そういうこと俺がハンターが出る。何も情報が出ません。ハンターが絞まったね。KSK じゃないってことが分かりました。それでは、本日襲撃されていた4番、ドグラさんを起点といたしますので。困ってる、困ってる。どうしていいか分かんないけど困ってるね。それでは、エイタさん、どなたに質問されますかサントロさんで。 はい,はい、いやあの俺こんあのハンターについてまだ話したいんですけど<う>俺この中で残りでハンターなのに使用しない人はサンタローさんだけだと思ったんですけど、うんうん、ハンターじゃないですかこれ <laughs> 俺,俺絶対言わないといけないと思うんですよだって白側がしかも打たないの選択肢できるし絶対に白が出るんですよハンター一人だったら。らいで今回はえー、っとまあフードさんとゴンタさん以外から話を始めなきゃいけない。 フードいやだから語ったやつがもう強人じゃなくてもう尋だと思ってるんで狭まんない、うん、意味がないだからなんか確かにフードに言うように20%でつる、うん、ローラーするんだったら不利かもしれないけど確実に一人、うん、あれな気すんだよなだってそれにしてもさすがに死に方がえだってさ最高キラーに占っ,らあ占って死ぬ可能性だったんだよ今回あのなんだっけあの占い師って、うん、それ考えるとなんかそんなにな気がする すんだけどな俺は俺は結局その分の悪いだけをすりめがなさすぎて村津隆んって思うんですよ俺は人が集めてると思ってますから、ね、どなたに投票されますかサンタロウさんでみんなそのリゾン太郎さんに一票目が入りササイトかでは続きましてローフードさんどなたに質問されますかえっとフ,フードさんでまあハンターいるから可視覚じゃない、ね、確かにはいちょっと考えあると思うと思うんですけどそういったの,あの多分フードさんハンターですよね 違います。多分その他の人がハンター出てた時にフードさんが「俺ハンターです」って言ってその人黒っぽく見せようと思ったんですけど、うん、で出ないっぽいんで多分もう出ちゃっていい気しますね。うん、違います。<laughs> 違いますか <laughs> 私は何でもないです。<laughs> なるほど。釣ってみてくださいじゃあ。ん俺の中でそこで何も言わないのはフードさんっぽいかなと思ってフードさんの白さが俺の中でま, <laughs> ますます増してるって話をしたいのとなんか石井プロがちょっと悩んでるっぽいのからその石井プロかなっていう感じですね。 <laughs> その人狼ってみてくださ,いケイさんとかはもう俺ハンターじゃないとか出ないとか言ってたじゃないですか、うん、そうここってもう多分出ないといけないいけなくはないのかないやい,いや三太郎さんの案ちょっときつくないサンタロウさんなんすかいやでも占い師ローラーした方がいいんじゃないっていう話しかもさあの駆動まあ人狼が釣れるんだったらいいんだけどはいあのサイコキラーの可能性があるでしょ立川あもしくはごめん、まあ、そうっすね それの場合は、人狼2人残っちゃうから弱すぎるから、ローラーになってないと思うんだよね。あ、まあそうですね。それはそうですね。それでは、シュートさん、どなたに投票されますかシャンサンタロウさんで。サンタロウさんに2票目が入ります。では、続きまして、7番、ゴンタさん。どなたに質問されますか石井プロさんで。おはよう。いやー。 まあ正直何も出てないじゃないですか情報ってはいで占い師としては結構占い先も怖いなっていうサイコキラーが僕はっ、えー、と僕は立花君人狼だと思ってるんですよ俺もそう思うでえっ、ー、と人狼でえっ、ー、と今回でサイコキラーがえっ、ー、と占いを語るっていうケースって少ないと思うんですね占い先になった方が占い師道連れできるからああいうが大きいじゃないですか,あか、ね、最高になった場合は占われないからね そう,ですそうです、あ確かにそうです、ね。で、そう考えたら、えっ、ー、と、占い、新占い、ローラーできるっていうことを考えたら、あそこで一応人狼使用しておくと、うんあ、占い使用しておくと、えっ、ー、と、今回、サンちゃんが言ってることも無理はないと思うんですね。で、ローラーの流れ,流れになる可能性があるから、一応あそこで行ったのかなっていう。い僕、人狼で見てるんですよ。なるほど。で、そうしたら占い先、どこ、次どこにすればいいかなって、うん、今、すごい迷ってて。

はい。あ、失敗したな。まあいっか。えっと、佐藤さんらしくはよかったかと思って、まいっか。あ、はいはい。まあ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 。えっと、あなたはハンターじゃないのハンターじゃないですね。俺はもうフードさんだと思ってますね。おいしプロハンターですか何この間ハンターじゃない。ハンターじゃない。 ああなんかいこいつの様子見すぎるなまあ俺はもう立川さん人狼だと思ってるんで、うん、ここで見せても全然大丈夫かなと思ってますね。そうだな、なんかその考察を言いたいんだけど、はい、マジでハンター出ろよ以外の言葉しか俺はな,ない。でも、まあ、確かにフードが今出ないっていうのは分かるんだよね、どっちにしろ白いから、<laughs> そうっね、どっちにしろ釣られる、なんか釣られる位置にいないから、グレーだったらいい、ね、っていうのは確かに分かるった。なるほどね。<laughs> まあ三太郎さんを釣るでも,もいいんだけど、ええー、どっちだそれでは石井プロ、どなたに投票されますかケスケさん。ケスケさんにか、立川の相方だと思ってるのかな、うん、では続きまして、 1>, 1番、三太郎さん、どなたに質問されますかサンタ太郎さん、難しいですね、投票ね。ケイさんに入れ,られないおかしいですからね。えーっとー、ケイさんが人狼の可能性も出,出てきましたからね。立川がめちゃくちゃ人狼っぽく死んでるんで。あ、もうこれ、つられるのか。フード。おい俺、これもう終わり確定か ね、とそうですね。えー、っと、ケースケさんはサンタロウさん入れたら終わりですね。ああ<ー>。エータに3秒入るかな、ま、マジか。まりサンタロウさん的にゴム太さんが誰怪しそうとかあります、うん、いや、怪し…いや、ゴム太さんが怪しいって言ったんじゃなくて。うん。いや、その以外,以外であ。ケースケさん まあ風もちょっと何かあるんだろうなって思ってるんですけど、うん,あけうんケうんケイスケさんかな一番怪しいんだったらまあけど正直わかんなくて、うん、まあゴンわかんないからまあゴンタさんと達也両方ローラーすればあの一人間違いなく人狼を釣れるんじゃないかなと思っ。いやサイコキラーがあるんで微妙かなと俺思っちゃってつ。 西川、ね、<ー>がサイコキラーで、<る>あの、サイコキラーって、うん、釣られるんだったらもうそれ言うしか多分仕事がないから。それでは、サンタロウさん、どなたに投票されますか、うん、うんじゃあ、ケイスケさんに2票目が入ります。はい、では、続きまして、2番、ケイスケさん、どなたに質問されますかまあこれ、この後、ケースケさん、サンタロウに入れますからね。うーんフードで。はい。 えっと俺もなんとなくフードがハンターかなと思うんだけど。うん。ちょ <laughs>、えー、いますけどね <laughs>。ハンターって、噛まれたときってどうなるんだっけもう誰か倒せます。誰か倒せるんだ。うん。か朝の議論のときに、なんかできるらしいですよ。うん、議論ってことな,ない。そっかいや。俺は、あの、ゴンタが、あのー、 最初に占い師一人で出てきてそれしか情報がなくてでドグラが死んでえー、っとゴンタが生き残ってるあれあれどうだっけ騎士がゴンタ守って騎士が噛まれたらその時って守られるんだっけだけど<え> 2>, 2連続は守れないんでうん、うん、何言ってんだこれあまあ、まあ、ゴンタさんどうせ多分次噛まれて死ぬと思いますよ <laughs> だから、死ななかったらまちょっとしいかもね終わりって感じかーそれでは、ケースケさん、どなたに投票されますかじゃ、サンタロウさんで。サンタロウさんに4票目が入ります。では、続きまして、グードさん、どなたに質問されますか分ゴッタさんで。はい。はい。 さすがにもう多分最後のトークだと思うんで、いや俺最なんでったいないさっきの話言ったら、確かに最高キラーもあるんだなと思いました。状況的に一番最初から使用するんだったら、うん、あの僕が考えてたその占い先に入りたいっていうのもあるけど、うん、あの状況だったら確かに最高の可能性多いですね。うん 確定ですもんね、うん、確かに、最後にできる仕事がそれしかないっていうのはす、だから、俺<さ>か後ろの人が4人黒、黒、うんえー、サイコキラーだった場合は、その、なんだろう、ライン切りとかでもない可能性があって、難しいなと思いましたね。うん、今って、いちさんが怪しくて、うん、その下の人は、うん、立ち返り投票したから大丈夫っていう。 話だと思うんですけど、うん、じゃあ,じゃあ、ね、ちょっと若干僕の中に人狼を連れたなんか安堵感があったんですけど、全然に人狼があるってこですよね、うんうん。まあなんか、サンタロウさんと逆に立川で連れてそうな気するんですけどね、どっちか。うん、あと、もう一人誰が怪しいとかあったら、ぜひ、うんうん。それでは、フードさん、どなたに投票されますかサンタロウさんで。サンタロウさんに5票目が入ります。 投票の結果、本日処刑されるのは、三太郎さんです、はんでは三太郎さん、最後に、ユイゴンをお願い,いたします。僕、多分もう霊媒師がいないんで、白か黒か、なんだろう、皆さん分からないと思うんですけど、僕この、こう見えてもちゃんとほら、村人です、僕は。で、フードが、俺を釣ったら終わるって言ってましたけど、絶対に終わらないです。僕、ぜあの人道じゃないです。なので、えー、っと、あー僕、 そうですね。まあ、まあ、僕はやっぱローラー推しなので、まあちょっとそれも考えてみてください。で、まあさっき僕、ケスケさんに入れたんですけども、別にケスケさんに入れないと僕の助かる可能性がゼロになったので入れただけで、別にその怪しいとか思って入れたわけではないです。はい、あじゃあ、頑張ってください。 それでははさんはビデオの停止マイクをいやーこんなん新占いでしょ、ゴンちゃん。はい、しょうがないね。サンタロウさんを処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってまいります。さあ、最後に。す。フードは打たないでしょ。フードは間違いなくハンターの気がしますからね。で今のサンタロウもハンターではないということで。プレイの皆様に、えー、そのままで聞いてください。すみません。ちょっとルールの補足をさせていただきます。ハンターについての補足をさせていただくんですけども。 ハンターの、えー、能力が発動するタイミングなんですけども、えー、例えば人狼1匹と、えー、ハンターが1人残っていて 2−21 対1になった場合はその時点で人狼の勝利条件を満たしているのでハンターの能力は発動せず人狼の勝利。えー、2匹残っていてい 村人とハンターが2人残っていた場合でも人狼の勝利状況を満たしているためハンターの能力を発動せずそのままゲームセットになりますのでご注意くださいなので4人残っていて、えー、処刑されてハンターが処刑されて人狼が2人残っている場合はハンターの能力が発動できると思ってくださいそれでは皆様おやすみなさいませどっちをねどっちがいいかなハンター打て打てた方が面白いかな 打てたが漏れか打てたが漏れかな。でも2人にった時点でも取ってあて。あのハンターが人狼打ってもその時点でゲームセットなのでどちらにしろ負けるんですけども、うん、<laughs> 4人の場合はですね。あと黒人さんすいません。ちょっとこの時間に。えっと人狼がサイコクラを襲撃した場合なんですけども、はい、あの黒人さんの目線紙目線なので、はい、あの,このその段階でもう僕が人狼集金のターンを終わらした後に。 ランダムでサイコロ振るところをもう見てもらってそれでいいと思います先に見てもらいましょうでそれで決めるという形でで次の朝に迎えればいいと思いますあとごめんなさいハンターがサイコキラーを打って冗弾した場合はどちらにしろバレるのでもう皆さんのところで僕がランダムのツールを出してそれで誰が死ぬかをもうそこで見てもらった方が反応が面白いと思うのでじゃあそれではいお願いしますありがとうございます最初これ俺それって言ってたんだよ そう言っていいですか。じゃあ占い師と棋士が意見ができないので、えー、その時間でしし。うんと最初っからそう言っ,て言ってたんだけどわ <laughs>、まあ、かんない。まあでもやりやすいことでいい、うん。確認か確認か。はいわかりました。おい魚さんに文句だいい。はいすみませんすみませんすみませんでした。<laughs> あ俺が分かってない可能性があったとあそうか。俺がそれでお願いっつっていったら断れたんだけど。 まあいいや、はあ、さあどうなるでしょうかそれでは人狼の方を起こしてまいりますまあ絶対フード行かないでしょフードはもうハンターって分かってるんで絶対フード行かないと思いますまあ石じゃないですかだって新占いが白って言ってるんですから石噛むでしょで石占って白でしたっていうのは安定す人狼の方はビデオの開始マイクのミュート解除お願いいたします まあデメ確かに、自分の知り合いが、ちょっと聞いてほしいんですけど、うん、俺、ハンターをかみたいんですよ。ハンターをか、たフードさんをかんだときに、さすがにこ、ゴンタさん撃たれないと思うんだけど、もしも撃たれた場合にも、うんその、人狼が残ってる人からしたら、ゴンタさんが残ってるのがおかしいってなるから、うん、ハンター食ったら、あのー、ゴンタさんを撃つっていうふうになって、やっぱり死ん占いだけど、うんあのー、人狼はそれを狙ってやったとも言えるし、さすがにこっちが来れないとしたら、 めちゃくちゃ有利だし、あとシロを残したくない、そろそろ。そうだね。っていうので、金先はフード君にいいか。どう思います？いや、俺それでいいと思うよ。ただ、えっ、ー、とこれで俺が残っ、っ仮に俺が、えー、ハンターだとし、フード君が撃たれたとしたら、まああれでしょ。で、うん、撃たれた時に俺が残ったとしたらなんで残ってんのって話になるから。うん、からそれはああ思った。に思いっきり残ってぶん殴ってほしい。いなんであんた残ってんすか。いや、むしろそれ以上に人狼が一人だとしたらそう、ゴンタさんが残るのがおかしいってフードさんがハンターは気づいて、うん、あの占い師を撃つんじゃないかっていう。 あ、まあ、それは。で、あの、フードタウン。るほど。じゃなかった場合は、あの、ハンターじゃなかった場合は。その時はまし、大石、ええ、さん。で、俺、誰かに黒労をつよ。お。それでは。任せます。本日、襲撃先を教えてください。フード。え、ちょっと任せます。フード、フードさんで。おお、フードいったー。ぶっぱとかで、ごめんなさい。やってみたい。は本日。フードさんを襲撃。<laughs> 景色が見たい。いたします。フード行きました。それでは、ビデオの停止マイクのミュートお願いいたします。 どうなっフードどこ打つんでしょうね。まあ多分サマハンかな。さすがにサマハン打つんじゃないか。なんで生きてんだおめえっつって。でもサマハンが最古かもしれないから噛みづらかったっていうのもあるよね。一応人ノからするとね。新占いが、えー、と立川で,で。参りましょう。っていうのもありますね。だからまあ石井ちゃん四郎なのかなみたいな。だからまあ。恐ろしいい夜が明け朝が朝やってまいりえした、ダシュ けいすけさんからかかんビデオの開始のみを押して戻ってきてください3番フードさん5番エイタさん6番シュートさん7番ゴンタさんイ押せずにもう9番石井プロ本日無残な死体となって発見されていた方は フードさんです。フードさんはビデオの停止を押す前にのとある能力が発動されます。<laughs> それではフードさん、マイクドミュートを一旦解除してください。それでは、10秒間、えー、スタートします。KO の文字が出る前に、えー、誰を打つかを見て,てください。使用してないのに。それではスタート。えー、えは話さない方がいい方がですよ、ね、あっと、10秒間であれば何を言っていただいても大丈夫です。はい。 ただ KO の文字が現れた瞬間に、えー、誰も指定していなかった場合はそのまま打たないという判断とさせていただきます。はい、それではスタートです。どうぞ。まあ、ゴン太さんは俺は占い師だと思ってます。これで噛まれてなくても。で俺はシュート怪しいと思うんでシュートを打ちます。よろしゅう。あ終わりました <laughs>。それではフードさんの能力によって シュートさんが銃殺されました終わりましたシュートささんはビデオの停止を押してくださいこの時点で人狼の数と村人の数が同数になりましたので人狼陣営の勝利です,おめで,すおめでとうございます、はい、おめでとうございます いやー、下手すぎてねー、どうしようもない。ハッパ・サンタロウさん、人狼人へか。ちょっと待ってください、待ってください。えっと、さかなさんの内訳聞きましょう。はい。さあ、それでは私の方から発表させていただきます。まず、人狼お二人、エイタさんとゴンタさん。はい。キラーがゴンタロウさん。そして、占い師、タチカワさん。イタさんエイタが白角だよ。白角じゃねえなりまえたエイタ、俺、いかにも怪しいことしてたのになんで俺殺すのよ。 いや、あのね、俺逆に石井さんが最古で、裏ってくれたら安全だよって言ってるように見えたし、まあ、でもまあそうだよね。あと、サンタさんを釣るので、自分が白目に見えるから。あー、なるほどね。そう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 、そういうのがあったんですよ。はいはいはい。え、立川がじゃガチだったんですよい全然白角じゃね。ええじゃねいや、全然白角じゃないですよ。それは立川の頃ありですよ、絶対。いけるべきです。いやいやいや、でも、いや、俺ね、いや、多分マジとそんなこないですよ、今回。 いや、絶対そう。いや、でもね、俺の時点で出てもローラーしないといけなくないですか、絶対。でも、そこを考えるのが楽しいからいいじゃん。まあ、それでも、人狼。だって、出ない方が、いや、出ない方がゴンタさんによったでしょ。逆に。まあ、つらいちゃったからね、痛かったね。つらったから全然また話がしったてか、つられた後っていうのがやばかったと思う。俺、出てれば、行くほだなと思いましたね。だから、俺、増えたかなと思ったわ。最後時点って語れないからさ、もう、人狼が、 今回、うのって占い師やん。出る場合サイコキラーって語れないんですか聞い語ないです。語れるけど、だって釣られたら寒くないですか寒くはないでしょ。寒くないでしょ。いや、むしろ寒くないし占いに行たいです人の仕事は一応してるってことあ、そっか。教人の仕事はできるってだけか。いや、でもなんかやっぱ得せない気がするよね。まあ確かに。まあ、うまみが一応入りたいよね。いや、まあでも、むい。俺が釣られたのがマジで悪かったっすわ。いや、でも、これ。 結果げ結構、ね、つらげたかったら、っだから、独楽と。って言わないから違うかなと思っちゃったな、けどな。 ドグラさんの騎士って気づかないっていう部分で、俺はめちゃくちゃ立ちかか怪しい推ししをしいやでも俺マジで、新しいハンターに頭がっちになってましたね、それは。俺ハンターっゴンタさん死にますって言い方するから、殺すんだと思った。俺もハンターだと思った。俺もハンターと思った。絶対騎士って分かるやろ。なんで分からへん絶対分かると思う。じゃあなんで、なんでドグラ騎士って言わなかったのじゃそう、僕騎士って言えばいいますとかの方が、 分かりやすかったっちゃかりやすかった。普通は分かるよね。なんか俺もハンターが出たばっか分かんなかったです。だって、ハンター仕様だとして、で、あの、ドグラが、えっと、もし、そのゴンタが、自分が連れたゴンタが死ぬっていうのは、あの、あんだけ白角ゴンタに入ってんのに、ゴンタを殺す理由なくね、ハンターで。いや、そうだ、なんでしょうったんですよ。いや、理由がないからキラー。ドグラサイコキラーがあると思いました。

僕はい<や><も>だっ、ね、て怖いよ、ね、<ジ><ジ>めっちゃ怖かったですよ。<や>めっちゃ怖かったっ。自の自衛にアピールなんだ、な、うん、自分が最高キラー っっていうにアピールすするるのが一番大事だと思たんでよあなほど人狼を殺したのが一番最悪じゃないですか。でも今のルールだとさ、最高キラーをアピっちゃうとさ、つられるよね。そうなんですよ。超むずいこれ。超むずい、でも、ァントラさん、もともとは狂人だから、巨人はなんか、つられたら一応最低限の仕事をクリアじゃないですか。じゃあ、一応なんとかなったのかな、わかんないですけど、とりあえず人狼にだけは、なんとつられないような立ち回りしようと思って、わざと怪しくしたんですけど。 いや全然危なかったもんいやいいですね君たちすごい第一回を見てるかのようにすごく考えていいですよ面白いこれ怖い怖い怖いすべてが怖いねじゃあ五分のねトイレ休憩一旦しますんで四十二分スタートでいきまーすサンタラオさんをかぶってるのがこっちからしたらまずなくなったからでしょってで悪いかもしれないですわ。黒っぽくするのがすごい だからもうみんなみんなさ困ってるからみんな一緒なんだよね俺がメンタリズムしても三太みんな困ってるもんね普段より下手だなと思ったんですけどわざとだとしたらかなりうまいっすよあれマジでうまいっすもんちなみに俺スケさんとスケさんだと思ってた俺もちょっと思ってるのは俺も思いました俺は三太郎さんの遺言でんか人狼陣営だなと思った。 なんかサンタロウさん村人側の時ってもっとなんか、はいあのー、推理を残して自信満々なんだ結構、はい、でも、はい、ああ俺殺しちゃったんだまあ俺市民俺人狼じゃないからねみたいななんかそういう死に方しないんだ普段はあそうなんだそう, <laughs> そうなか皮肉っぽかったみたいな <laughs> ど,ん <laughs> どんだけ俺のこと見てんの <laughs> <laughs> 丸裸だだね、好きなんよ万太郎さんピュアだから結構ね。マジか。いい意味でわかりやすいから。本当すかウードさん、おいおい、なんで俺射殺されたんですかそれはマジで思います。俺い。ゴンタさんが白だから。はいはいはい。で、えっと、グレー行ったんだよね。え、でもゴンタさん、あの日まで結構つけるのやばくないですかそう、でも歌えるかなと思った。ゴンタさん、あの日まで残ってる だって、だって、なんか、圭ケさんかな、か、イタさんかなと思ってたんですけど、だって、ゴンター、あそこまで残ってたら、さすがにおかしいでしょ。ゴーンター、あの時点は絶対。俺、白っぽいのに、あの、ハンターをわざわざ俺に言わすって何なのかなと思って。で、ハンターって、匂わせなかったら、俺、最終でどうせハンターで分かって、分かるじゃん。 だから別に俺ハンターって確認しなくてもハンターって分かるから言う必要が多分ないんだ。そうですね。だからなんでわざわざ言わすのかななんうすりしャらくさいなと思って。しゃらくさい。電話とかさ、占いと違って最後に分かるっていうので、ニュースと確認の作業が来るから、俺わざと絶対あの匂わせなかったの。なるほど。ニュースとさっきルール説明で。あの 言いますよってなったから、うん、逆に匂わせないでくることによってハ、うん、ンター確定すると思って、うん、あの言わないようにした。うん、なるほどなるほど。うん、EC プロ若干出たそうでしたもんね。いや出た、そうなんかいやあのー、もしだからフードが俺、フード最高キラーの目線も全然あると思ってたからあの時点では。はあはあ、そうだからあのー もし,もし潜伏してるやつがいるんだったら出た方がいいなって思ったから、だから俺出ようかなと思って、そしたら対抗出てくるかなと思ったから、ワッチャン使用してやろうかなと思ったんだけど、うん、<laughs> さすがにちょっとやべえなと思った。人狼陣は多分マジ面白そうでしたね、じゃあこの試合。うんそうっすね、なんかすごいうまいこといきすぎちゃったから。<え>うん。でも怖かったですよ。立ちのり行ってる使用しないように、今、便所、うん、でちょっと考えたら分かったんだけど、だけどや,やっぱその、 死の確定でコントさんが進んじゃってたから、さすがにそこは出ないとまずいだろうなと思っていや、でも出な,か出ないってことは、もうそれで絶対進むじゃないですか、それはなんだろう、覚悟の上っていうかど、どうせ次の日になったら俺が使用したら、流れ変わるじゃないですか。ああ、まあでも決戦になった時点ではやっぱり言うべきだよね、代行のやつが使用る、決戦の時点で言ったら、かまれたくないから出たんだなになっちゃうなと思ったんですよ。だから、遺言の時点で言ったんですよね。 まあでもどうせそれも一緒。で死んだあとから。だからもドミノで使用してる時点で、絶対立川が何もなかったら釣られちゃう。いやいかれちゃう。うんまあまあまあ、でもそれはそうだよな、確かに。下手くそ。立川がやった、その、あの、下手くせん。 そそううどこぐらい行ったら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 いや立川むかつかしたのかなと思って言ったんですいやあのねさっきね俺よりむかついてるやつ俺よりむかついてるやつあのシュートと一緒に暮らすようになったじゃないですかそしあのフードさんがフードさんが「シュートで」って言った時の後ろから聞いたことない悲鳴聞こえてきうっつって「うえうや!」とか言って「何で?」とかって聞こえてきて。 さすがに、ケースケさん打つかなって思ったらシュート打たれて、すごい声聞こえてきたから。グレーだったらダメだったね。白いなと思って、やっぱり。まあまあ、あれですよ。立川がやった選択肢、俺は別に尊重しますけど、結果としてあなたは仕事はしなかったですね。いや、そうですね、そうですね。今まあ死んだからね。死んだからの結果としてみんなからするとダメだされるのは分かりますね。ただ、別に俺はあなたの選択肢は全然尊重しますありがとうございます。みんな好きなことやっていくぐらいいですよ。ただ、仕事しないと。 勝てないですよ大体そんなそんなカバーの発言をするってことは相当叩かれてんだろうな俺今本配信、あのー、いいじゃんいいじゃん<ー>いいいいいいっやっぱ

あ,えー、あとはちょっと皆さん言っておきます、これだけ。さっき言ってなかった、ハンター CO をこちらで認識するのは、ハンターと言ったときだけです。匂わせをこっちは認識しませんので。<う>それだけ皆さん、そ了解しました、はい。お願いします。ドグラさんのような言い方は、ハンター CO とはみなしてないという認識でお願いいたします。あ,あれ、あれ大丈夫なんですね。はい、運営側に関しては、ハンター CO、まあ、ハンターですとか。 ハンターの能力を持ってますとか、まあ、そういったハンターに関する、えー、カミングアウトだなって思った場合は、こちらで認識させていただきますが、えーとはい、こちらで認識しなかった場合は、あのハンター仕様と見なしていないという認識でいただければと思います。あとですね、もう1点追加ございまして、えー、と先ほどですね、はい、最初のルール説明の時にサイコキラーあごめんなさいハンターの能力によってサイコキラーを打った場合、長談して誰かが死ぬというルールとさせていただいているんですけども、はい その時はもうシステム上どちらにしろプレイヤーの皆さんにバレると思いますので僕が画面上でサイコロランダムツールを使って皆さんにお見せしてこちらの方が死亡しました長男によって死亡しますというアナウンスをさせていただきますのではいそういった形でお願いいたしますはい分かりました分かりましたありがとうございますそれでは皆様ビデオの停止マイクのミュートお願いいたしますお願いします新ルールはいいね新ルールはいいがすいばせ俺コメント見たかった最後石井プロミュートしてください ございます。それではさあいいですねえー、さ皆さんおやすみなさいませでもさちかがたたかれてますしたけど俺はマジ,マジで俺はそう思ってるんであの好きなことやっていただければ全然いいですね尊重しますただ何もできずにごもごもしゃべりもせずかただ連れられていくとかただ投票するとかそういうのは逆につまんないですね俺はそういうのは逆に嫌ですけど自分の意思を持ってやるんだったら別にそれが村人のためになってるかどうかはどうでもいいんで俺は。